かな。何見てんの？いや、地域未来留学考えてんだよね。どこ行きたいの？いやね、北海道行っちゃおうかなと思って。北海道いいじゃん。あ、これ弟子かって思ったよ。読めねえ。弟子かがの動画あるよ。マジ動画ある？ちょ見てみようぜ。いいね。地域未来留学を検討中の全国の皆さん、こんにちは。せーの、ようこそ弟子かが高校へ。東北海道のど真ん中にある弟子かが高校は同率で全日制の普通科高校、一学年一クラス、個性ある生徒がのびのびと生活しています。それでは中に入って抵抗のことを紹介しますね。ちょっと待って。そもそもここ弟子かが町のことを皆さんにご紹介しますね。北海道の右側、東北海道の中心にある弟子かが町、人口は6600人ほど。最寄りの空港はなんと釧路空港、根室中標津空港、女満別空港の3つで、全てが車で1時間15分圏内。羽田空港便も多数あります。面積の 65% が阿寒摩周国立公園内にあり、摩周湖や屈斜路湖、硫黄山に川湯温泉など、豊かすぎるくらいの大自然に囲まれて生活ができます。おやおや、今給食の時間みたいです。美味しそうな匂いがしてきますね。なんと弟子かが高校では給食費が無料なんです。給食うめー。あ、やばい、給食食べ過ぎてお腹痛い。会長、大丈夫ですか？お腹痛いなら保健室行きましょう。会長、大丈夫ですか？まだ痛み引いてないんだったら病院行きましょう。いやいや、寝て直すよ。お金かかるし、親にも迷惑かかるからさ。会長、ダメですよ。何かあってからじゃ遅いんですよ。それに弟子かが町は18歳以下は実質医療費無料なんですよ。医療費無料？すげえ！そろそろ高3だし、受験勉強始めないとな。塾行った方がいいと思うけど、授業料がな。会長、公設民営塾あるの知らないんですか？え、何しろ。知らないんですか？じゃあ行きましょう。勉強塾では、講師の方々がいつもサポートしてくださり、タブレットでのオンライン授業も受けられるんですよ。皆さんの夢の実現に向けて一人一人をサポートしていきます。頑張ります。これが全部無料？やべえ！え、弟子かが高校すげえ。塾も給食も無料だって。すげえな。すげえな。動画あるじゃん、見てみません？かてー！くっしゃろこでけー！弟子かが高校で一番注目すべき授業は、せーの、弟子かが探究。弟子かが探究とは、高校生視点で見た弟子かがの強みや弟子かがの課題を探究し、広大なフィールドを使ってやりたいことに取り組む授業です。実際に生徒の皆さんが取り組むテーマを聞いてみました。廃棄物で活性化、弟子かが町をアーティスティックな街に、馬の魅力で弟子かがの認知度アップ、弟子かがの星空最高、弟子かが町公認 VTuber をプロデュース。授業の中では先生や学校関係者にとどまらず、地域の大人たちの協力も得ながら、一人一人が実現したいことに挑戦しています。
分たちにはない発想だったりとか自分たちと違う視点で見た弟子屈町を教えてくれるっていうことで本当にありがたいし勉強になるなっていうふうに思いますね。そういえば、はい、今日いろんな子たちのテーマとかお話聞かせてもらったんだけど大越会長のテーマって何なの？今は弟子屈のお土産となるようなお菓子のサブレを開発しています。サブレ。最後までご覧いただきありがとうございました。今回はお伝えできませんでしたが弟子屈高校には他にも魅力的な行事や学びがたくさんあります。みんなで70キロ歩き通す競歩遠足、地域の企業に入り込む職場実習、涼しい夏や街全体が彩る紅葉の季節など、次回の動画でも弟子屈高校の魅力をお伝えしていきたいと思っています。ぜひお楽しみに。弟子屈高校でせーの、待ってます。I wanna make this right.